も全力ぶっちぎりマキピロ君とリュウでございます。はい、今回はですねコラボ予想でございます。お、10周年のイベントのコラボ予想でございます。イベントの10周年アニバーサリーパーティー、あ、あれで発表されるまあコラボ予想。はい、で今回はやっぱ10周年っすよ。そうですね、これはもうビッグタイトル来ること間違いなしです。超ビッグぐらいのな。ああ、ということで早速いろいろ調べてまいりましたのでコラボ情報の方まいりたいと思います。全力ぶっちぎり。はい、まずはこの前終わりましたキングダム、はい、ここをちょっと紐解いていきましょう。そうするとちょっとやべえのクズっていうのは分かります。ちょっとじゃあキングダム、はい、まず漫画の累計発行部数が9900万部、うん、19位なんですよ。おお、すごいよね。で1億分になるとドラえもん、鉄腕アトム、タッチ、金田一少年の事件簿、北斗の拳、初めの一歩、うん、これと並んじゃって13位に一気に浮上すると、コーンと分かるよね。もうあとちょっとです。あとちょっとでもう1位や。あ、1位1位1位はだいぶあれ、あとで累計発行部数ガスけどさ。でコミックの方は69巻まで出ております。はい、アニメは4期まで終了、うん、でアニメ5期が2024年1月からスタート、楽しみ、うんうん、そして映画は3作品目のキングダム運命の炎、これが2023年7月の28日から公開されておると、はい、いうことで、まあ、こうやって見ると、うん、あ、なるほどなって感じじゃない、タイミング的に。 う、ね、うん、ゴキが始まる前にこう見てくださいよみたいな。あ、確かにね、新しい層を取るっていう意味では映画もやっとるし、うん、みたいな。そうそうそう、うん、タイミング的にはすごい良かったんちゃうかな、うん、思います。確かに。ということで今まではキングダムでしたが、はい、ここ行きましょう。累計発行部数、うん、20位まで出してあります。まあこれ見てもらうと、1位の方からいくとですね、結構こうもうコラボやっておると。ああ、確かにゴルゴやってないけどな。おお、ええねん、そこいつも触んなゴルゴどうしてもなんか触らないかんかなと思って。いや、ええ、全然触らんでみんな好きかなってこうでこっちカフェとかもあるけど、スラムダンクね、うん、あるけどバーッと鬼滅やりましたよね、はい、コナンもやりましたよね、はい、で下の方にブリーチやりました、はい、ジョジョもやりました、進撃やりました、はい、ドラえもんはやっとるよね。そうね、アトムはやってないけど、まあ、タッチは近年し、まあ、古いからね、作品もね、始まるとでキングダムやりました、はい、キャプツバーみたいな感じで、要はさキングダムより上でしょ。そうこんとちょっと納得いかんとこあるよね。だってキングダムってあれ周年でバーンって発表されても、うん、おお来たかってなっちゃうところや。そのぐらいのレベルのやつやと。そう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 。19位ですね、だって。そうやんな、うん、上位やもんね。ってなってくると、この上やろ、この上でありそうなのってもう2つしかないことない、みんな。おお、どこや。ドラゴンボールとナルトや。そこか。この2択や。もうそこでいいのか。おお、いいわ。いいか。もう今回はこの2択っていうことで、ちょっと。どっちかでしょ、みたいな。うん。だから、掘り下げます。おお。うん。どの辺来るんか、あ、そこ行っちゃいたいと思います。なるほどね。はい、ということでじゃあナルトです。はい、累計発行部数5位、うん、やばい、2億5000万部全72巻でございます。はい、アニメの方はナルトが2002年10月3日から2007年2月の8日、うん、220話、うん、そしてナルト疾風伝、こちらが2007年2月の15日から2017年3月の23日。すげえ、10年。500話。はぁ。やばいよ。私、ナルトとナルト疾風伝って一緒やと思っとったら違うんや。ナルトは多分、少年期じゃないかな。あ、本当にちっちゃい頃ってことね。うん。だと思う。うん。じゃあ、どこが来んのかって話だよね。こんだけ長いとね。うん。多分やけど、はぁ、ね、ちょっと分けました。はぁ。中忍試験編。うん。まあ、これ、幼少期になってくるかな。うん。で次はオロチマルのところ、はあはあ、あとペインのところ、ペインね、あと忍界大戦、はあ、まあ大きく分けるとこの4つっちゃうかな、はあ、なるほどね、うん、でも2期を考えてるのであれば、うん、オロチマルあたりじゃない2期っていう風じゃなくてボルトもあるからね、うん、さっき言ったね、うん、うん、まあ、あのナルトの子供たちの話だな、うん、それ後で行こうかなと思ったけどもう言ったで、もうええわ、うん、そこがなんか2期みたいな感じで来るのかなと思って。あー、なるほどね、うん、いやでもさこんだけ広いから、うん、いやナルトだけで2個いっちゃうでしょ。あ、そう、うん、どこやろ。俺は多分オロチマルいっちゃうかな。
っちもあるから、うん、あ悩ましいとこやねこれね。そうやね、中忍試験はないかな。うん、俺も多分そこはないかなと思う。うん、で任界大戦そんな後行っちゃっていいのって気はするんだよね。そうだよね、もう任界大戦行ったらもう終わりやんな、うん、もうボルトしかねえなってなっちゃうから、これオロチマルペインのどっちかあたりなのかなっていう感じやんな。だから多分あーどうやろうな、うん、どっちかやと思うわ。うん、ちょっとナルト詳しい人どこだと思う。途中までしかね見てないんだよな。ここ分かれてんだよねちょうど。うん、俺はペインの途中まで見てたの。あー、ワンピースの時に俺エースが死んで、見なくなりました、はい、ナルトに関しては、はい、ジライアが死んだ瞬間に俺はそっと閉じたの。誰かが死ぬとねミンクなるらしい。どうもそうらしい。俺はそういう傾向にあると思う、うん、もう見たくないってなっちゃう。私は多分任界大戦の途中なのかな。まあ多分やけど、だから俺個人的にはオロチマルかなとか思ってます。じゃあ次行きましょう。はいはい、じゃあもう一つの選択肢、ドラゴンボール。お、これがややこしいや。ドラゴンボールもいろいろあるからね。あります。まず累計発行部数の方は4位。あ、2億6000万部、はい、全42巻。うん、42巻で4位ってすごいよね。そうやね、そう考えると。確かに。でアニメがややこしいんです。うん、1個目、はい、ドラゴンボール、これが1986年から1989年まで。ドラゴンボール Z、 1989年から1996年まで、うん、ドラゴンボール GT、 これが1996年から1997年まで、うん、ドラゴンボール Kai、1期が2009年から2011年、うん、2期が2014年から2015年となっております。でドラゴンボールスーパー、うん、これが2015年から2018年と。あ、なるほどね。いうことなんですが、うん、コミックありますよね、はい、あれはドラゴンボール Z までのお話になります。うんうん、ということでね、これいろいろ言ってかないといけないんだけど、まず、はい、ドラゴンボール回ありますよね、はい、これってドラゴンボール Z のデジタルリマスター版っていうか、要は新しくこう作り変えた。リメイクっていうか、うん、綺麗にしたやつ。綺麗にしたのと、あと、うん、ほら、って気溜めて、すごい時間取ったりとかして、うん、あそこの部分短縮してくれてんの。そう、そういうことね。要は、原作に追いついちゃったんだ、はいはい、アニメが。だから、すごいいろいろこう、なんつうの、回想シーンがね。そうそうそう。この状態で、ね、半分終わったりとかあったでしょ。あった。あれがなくなった。ああ、なるほど、ね。要は、あれをすごい言われたから、そういうところを全部パンパンってカットしていって、はい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 、こう作った。あ、うん、要は、いらないところを削って、新しく作り直した、リメイクしたっていうのがドラゴンボール回なんで。あ、だから回なのね。うん。なるほど。いや、まあ、だから回なのかちょっとわかんないけど。うん。ドラゴンボールスーパー。はい、これは、Z。回の終盤の空白の10年間のストーリー。魔人ブーを倒しました、はい、で天下一武道館にポンって飛ぶんですよ、はあ、これコミックも同じなんだけど、はい、ポンって飛ぶこの間10年何があったのかっていう話なの、はあ、うん、当時何も分からず見とったけど、そう、どうもそうらしい。うん、ということで、ちょっとね時系列ざっくりいきたいと思います、はい、ドラゴンボールがあってその下、うんうん、ドラゴンボール Z もしくはカイだよね。ああ、そうだね、うん、で魔人ブーまでです。あ、ブーまで、うん、でドラゴンボールスーパー、はい、これがパラレル。パラレルってなんだ。ね、パラレルワールドっつって、なんか聞いたことある、イフみたいな感じ、もしもっていう感じ、はあ、あった、うん、でドラゴンボール Z、はい、もしくはカイに戻ります、はあ、これ天下一武道館、はあ、これ3話しかないから、はあ、うん、で一番下にドラゴンボール GT、はあ、これパラレルです。でなんでスーパーと GT パラレルってついてるかっていうと、うん、ここがスーパーと GT が、一緒じゃないから時系列、なんつうの、別世界っていうか、はあ、うん、IF でこう一緒にならない。あ、一緒にならない。そうそうそう、ストーリー的にちょっとおかしいところが出てくるよねっていうことで、うん、パラレルってなってるっていう。はあ、うん、なんかよく分からんけど、要はね、はあ、つながっていかないってこと。うん、何が起こってるのか俺は分かんない。これは調べて、はあ、あ、そうなんだって思ったことだから、誰か詳しい人ねいたらコメント欄でこう書いてくれると、はあ、俺固定するそれ。ということで、はあ、じゃあどこが来るのかってことだよね。これ難しいね。でもなんか私はね、ドラゴンボールまあちっちゃい頃見てて、うん、一番こう印象に残ってるのは
やっぱりあのセル、ブー、あと海王様、海王神様だっけ、なんかとかその辺の敵キャラがすごい覚えてるわ、うん、海王神で敵キャラ、あれ海王神だっけ、なんかほらイヤリングつけてるやつ、あのフュージョンするやつのさ、うん、とこの話です、味方やんけ、めっちゃあれ海王神じゃなかった、あれ誰だった、ああ、海王神の味方かもしれんな、うんうんうん、なんか海王神様の話ね、いきなり敵にしちゃったんだよ、びっくりしてんな、あれ海王神敵だっけそんな、俺逆にほら見てないのあるからさ敵になった話なの、違う、敵じゃないけど、あ、ほんと、あ、うん、そんな話とか、あ、なんか破壊神とか、なんかその辺は覚えてるわ、で、多分やけどドラゴンボール Z が来るんちゃうかなと思ってる、ブー、ドラゴンボール Z はサイヤ人襲来、要はベジータたちが来た時よ、あー、知らんわそれ、もう来てたもん、いたもん、うちでいたもん、そうや、私知らんかったよな、知らないし、ヤムちゃんのこれ知らないっていうか、あの有名なシーン、知らないってこれもういるから、みんなあのシーン知らんすだもんな、そう、あれは有名なシーンですよ、あ、そうっすか、栽培マンがギキッギキッつってコミック読んだことないし、あー、そうなんや、うん、もう本当にテレビでしか見たことない、あー、うん、しかも昔はな、あの 今やったらな、アマゾンプライムとかでさ全部見れるけど、はい、テレビって昔のテレビってマジ録画してなかったら1話見逃したらもう見れへんから、そう、うち録画とか多分なかったからもうその時間にその場で見るみたいな、あー、昔はそんなんでしたね、ちょっと話戻しまして、はい、ドラゴンボール Z はサイヤ人襲来、あとフリーザ、あー、フリーザ持ったわ、要はナメック星ってやつ、はい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 、うん、あとセル、はんはんはん、人造人間、はいはい、で、魔人ブー、あ、人造人間持ったね、うん、17号とか18号のやつやな、あ、そうそうそう、クリリンの奥さんやな、そうやな、うん、あ、これどこなんやろ、でも Z すごい熱いね、私の中で、いや、まあ Z が主と言ってもいいんじゃない、うん、うん、やっぱりそうかな、うん、うんうんうん、確かに、まあフリーザじゃない、間取るんだったらフリーザってやっぱすごい主のキャラクターじゃん、あ、フリーザが来てセル、そうそうそう、 どっちが先だっけ、いや、だから時系列出してありますよ、マジ完全無視やな資料じゃあフリーザかもしれんね、多分フリーザが超究極で来て、あの追加の超究極でセル、あ、でもブーもおるな、まあどうしよう、なんで終わらしてんねん Z、 もういきなり終わらしにかかってるやんいや、だって他にもいっぱいあるからさ、うん、うん、とりあえずまず Z で来るのかなと思って、おー、あー、なるほどね、うん、じゃあ Z 今回終わらしちゃうと、もうブーまで行っちゃうと行っちゃう行き過ぎやろそれも次やらへんやんって思う、ないか、うん、そうか、で俺はフリーザまで行っちゃうかなと、はあ、うん、フリーザが追加のチョキック、うん、多分な、はあ、で、ベジータどこで出てきてもよくない、敵で出てくるってこと、じゃあ本当敵やん、え、キャラで欲しくない、星6の、あ、そういう意味だ、うん、ベジータだよ、俺ピッコロさん好きやから、ピッコロさんもいいけどさ、ピッコロ欲しがったら泣くで俺めっちゃ使うこれキャラ難しいな、これ難しいそうなんですよ、うわー、だからどこか来るかによってキャラだいぶ変わってくると思う、そうやね、うん、確かに、でそういうのを考えるとやっぱりフリーザーまでにしとくとキャラクターいっぱい入れれるんちゃう、そうやね、そうなってくるとチャオズとかな、星子で入れてもらえへんだろうな、あ、うん、その辺はちょっとあれじゃん、あの多分ログインとかそういうあれでしょ、あ、ログインか、うん、あるかもしれないな、うん、なんかクエスト、あの、なんだっけ、ミッションでもらえますみたいな、あ、でもさ敵でピラフ来てほしくない、ピラフってあのほらあれちっちゃい子、そうそうそう、あ、思ったね、うん、確かにそんなことない、え、強かったっけ、めっちゃうまい敵で来ていいのもう星5のクエストでいいからちょっとピラフ入れてほしいなそう、はい、ということでまあ大体こんなもんちゃうかなと、なるほどね、うん、結構忘れてる人多いんじゃない、うん、ナルトに至ってもドラゴンボールに至っても、うん、もう懐かしいなって感じだろうね、俺もさ、フリーザまで覚えてんねん、だけどあれセルとか魔人ブーどうやったかな、うん、どっちが先やったかな、めっちゃ わけわからなくて、あ、調べて、ああそうやそうやそうや、うんうん、なったからチョコになっちゃえみたいな、そうそうそう、うん、食べちゃうぞちょっと似とったということでまあ二択じゃないかな、そうやな、思います、はい、じゃあ予想しましょう、お、どっちか、そりゃそうやろ、どっちかか、うん、うわこれどうなの、二択やで、これ二択外したらやばいね、で全然違うんやろ俺の今まで資料何やったやん、俺が怖い、え、こんだけさ言われとってどっちかいわって、周り世間でもね、うん、だって外した Z
全然違うやつが来た時がちょっと怖いなと思って。まあまあそうやな。でもそれはそれでしゃあないやん。面白かったらええやん。面白かったらいいけどね。俺はもう何でもいい。うん。わあどっちなんやろ。どっち。難しいな。でもあどう、うん、個人的にはドラゴンボールの方がキャラなんかこう思いっきり演出とかかっこよさそう。ああなるほどね。うん。うん、まあ、俺も個人的にはやっぱドラゴンボールかなと思ってる。はあ。うん。なんかその方が盛り上がる可能性があるよな。パッと分かりやすいっていうかさ、世代が広いよね。はあ、うん、確かにドラゴンボールの方が広いのか。広い。あのやってる期間がめちゃめちゃ長いから、ね、うん、お父さんも知ってる、子供も知ってるみたいな、そんな感じ。そうやな、うん、ナルトとドラゴンボールやったらどっちがメジャーかって言われたらやっぱりドラゴンボールになっちゃうかなと思う。そうなんかな、うん、分からんけどな、うん、うん、ということで、全力ぶっちぎりの予想はじゃあドラゴンボール Z。 ちょっとしぼんな。違うの。しぼんな。今回は当てに行こうや。あとバントしに行こう。ああ、うん、言うとダメやもんね。あ、言うてかやん、外れるんやの。バントしに行って三振しに行ったって言われんねんよ。いいよ別に、ドラゴンボールでいきます。ドラゴンボールです。決定。はい、はい、ということで皆さんはね、どう思いますか。あとキャラクターとかね、ここ来るんじゃねえかなとかね、よかったらコメントなんで、いい、ね、もう皆さん盛り上がってください、はい、で、先におまけの話しときます。お、今年の秋アニメはやばいよ。ずっと言ってるもんね。やばい、秋アニメがやべえ、本気でやばい。今年の秋俺死ぬんちゃうかなっていうぐらい熱い作品があるので、それもね、ちょっとね、後で紹介したいと思います。はい、ということで今日は、ね、とりあえずここで締める。そう、はい、はい、皆さんいかがだったでしょうか。良ければチャンネル登録、高評価、あとコメントもお待ちしております。はい、お願いします。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。それで皆さん、せーの、いい目見ろよ。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ行きましょう。はい、サクサクっていきね。今年の秋アニメで長くなりそうやから、めちゃくちゃ長くなっちゃうのでバババっていきます。はい、お願いします。せーの、はい、出しました。めっちゃあるね。めっちゃあります。しかもなんかタイトル長いの多いな。はい。パラパラパラってちょっとね、軽く触っていこうかな。はあ、アンデッドアンラック、これ多分ジャンプじゃなかったかな。うーん、不死の男の人が、うん、要は自分を殺せる可能性がある女の子と一緒に旅をするみたいな感じかな。お、うん、俺もねちょっとこれ見たことないから、うん、あんま分かんない。ザラザラっと見ただけかな。うん、うん、そして馬娘プリティダービーシーズン3。あ、3なんや。うん、まあこれは有名なやつだから、うん、あんまりこう説明する必要はないかなと思います。でこれが始まると、うん、で影の実力者になりたくてセカンドシーズン、うん、これ結構ね、うん、よく名前聞いたね。うん、ファーストシーズン俺も見てたから、うん、結構面白かった。だからセカンドシーズンもこれ見ると思う、うん、そして君のことが大大大大大好きな100人の彼女、ごめん大足りなかったごめんね。これねめちゃめちゃ面白そう。あ、そう。うん、俺もふわーっとしか調べてないよ、うん、あの普通に面白そうな感じ。へー、ちょっとコメディ系で絶対面白い。うん、うん、そして薬屋の独り言、うん、これもよく聞くね。これはもともとライトノベルの方で上位の作品なわけよ、うん、昔にコラボの予想動画上げた時に、うん、薬屋の独り言が、アニメ始まるの決定しました、うん、まあ、キピロさん始まったら絶対見てくださいって言われてたやつなんだけど、だその時から注目してて、うん、いつ来るんだろうなと思っててやっと来たって感じかな、うんうんうん、これもめちゃめちゃ楽しみ、うん、そしてゴブリンスレイヤー2、うん、これね、あの一気見ました。ほう。めっちゃおもろいな。あ、そうなん？めちゃめちゃおもろい。ゴブリンが出てくる感じなの？そう、うん。そうなんやけど、もうこれ話言っちゃうとネタバレになっちゃうからあれだけど、これはね、マジ見てほしい。あ、見てみなかな。一気めもう一気に見てまうぐらいおもろい。おお。そして、シャングリラフロンティア、うん。これは絶対おもろいと思う。あ、そう。うん。これ誰か言ってたもんね、面白いからって。うん。あのね。クソゲーばっかやってた人が有名作品にポンって入るっていうか、それを知らせんやけど、もうクソゲーで培われてきたもの、要はもう忍耐力とか、あの理不尽なこととか、あと発想がちょっとおかしいからいろんな攻略をしていくらしい。普通の人では思いつかんようなことをしていくらしくて、うん、これもすごい面白そうな感じで注目してます。そして進撃の巨人ザ・ファイナルシーズン完結編ということ。あ、これ最後、もう最後でしょうね。うん、とうとう終わると。とうとう終わるね。うん、まあでも最後めっちゃ泣きそうやな。
まあ注目です。はい、そしてスパイファミリーセカンドシーズンか。あ、来ましたね。冬に映画もあるからねこれね。あ、そうか、うん、これミニガナがね、それね、見たいってもうすでに言われてますから、はい、だからそれは見に行きましょう。はい、早々のフリーレン。ああ、これ2時間な、初回2時間寝てろ。これそうで、なんでかって言ったらもうすぐ2時間始まっちゃうじゃん。はい、その前に出したかったの、俺はこの動画を。おう、みんな見て、面白いよ本当に。めちゃめちゃコミック読んでた作品なんだけど、うん、いや来たかと思って、うん、やっとアニメ来たと思って、ね、アニメになったらいいのねみたいに言ってたよね。うん、そしたらおお来たじゃんって。これはねマジで見てほしい、うん、めちゃめちゃおすすめです。はい、盾の勇者の成り上がり、シーズン3、はい、これも面白いね。なんか2期がちょっと人気なかったかな、終わったか覚えてないけど、うん、うん、だけど俺個人的には2期も好きやった。うん、うん、なんでこれ評価悪いんやろとか思ってたぐらい。うん、うん、まあ1期がむちゃくちゃ面白かったからね、それとこう比べちゃってっていうのがあるかもしれないけ ど、ね、でも今度のねシーズン3か、うん、これも楽しみにしてます。うん、そしてデッドマウントデスプレイ大肉。おお、見たい。これもこれ面白いな。うん、一気、うん、めちゃめちゃ見てたから。これね声優さんがすごい。そうだよね、あのイヒってどっから出してるんやろかも。わかるけど。わかるやろ、うん、うん、めちゃめちゃ面白いですこれ、うん、そして転生したらスライムだったけんコーリスの夢、これ3話だけなの。コリウスね。あ、コリウス、コリウスの夢、うん、3話だけ。コリウスって誰わかんない。はあ、あ、だからオリジナルストーリーかなと思ったから、うん、だからこれもまあ見るけど、うん、まあ、3話でどういった感じでこれが何でやれ、なんつうの、地上波で出るのかどうかも分かんない、うん、アマプラ入るのかどうかも分かんない、うんうん、で東京リベンジャーズ天竺編、うん、いやこれ地上波かな、どうかな分かんない、うんうん、今前のやつ見れてないからね。そう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 、まあ、でもコミックでやってるからね、うんうん、そしてドクターストーンニューワールド第2クールスタートすると、うん、まあ、これももちろん楽しみ、うん、そして7つの大罪男子6の4騎士。7つの大罪、うん、続きがあるの、これね子供かなんかちょっと分かんないんだけど、あのメリオダスとかじゃなかった。へえ、うん、どうなのかちょっと俺もちょっとこれちゃんと調べてなくて、うん、あ、分かんないんだけど、あ、主人公なんか違う、なんかみんな違うんだと思って。へえ、あ、同じ人出てこない。だから4騎士だから4人がメインになるんだと思うんだけど。なるほどね、うん、ちょっとこれ詳しい情報を持ってる方いたら教えてくれると嬉しいです。はい、そして引きこもり吸血鬼のモンモンかな。引きこもりじゃなくて引きこもりなんや。引きこもり、へー、これね絶対おもろい。あ、そう、絶対おもろい。コメディ系、うん、うーん、血を飲めやん、はん、女の子がはん飲めへんから吸血鬼の能力っていうのはないねん。あ、吸血鬼なのに血飲めないの。そうそうそう、だから魔法とか使えんらしくて、はあ、吸血鬼としての能力っていうのはもう全然なんすか、もう本当に舌っていうのさ、ああ、うん、もうダメダメなんやけど、その子が突然なんか騎士団長かなんかにポンと選ばれるんかな、うん、で要はその全然弱いっていうのがバレてしまうと、うん、下克上で、ああの、ね、殺される可能性があるから、あのハッタリでハッタリで乗り切っていくっていうやつらしくて、なんかめっちゃ面白そうやなと思って。そして豚のレバーは加熱しろ。すごいタイトルね。うん、これね、これもねめちゃめちゃ面白そう。あの主人公が豚レバーを食って死んじゃったと。死んじゃった。死んじゃった。で豚に転生するんです。やだ。けどじゃあこれだけ聞いたらさ、うん、まあ、そんなおもろいのとか思うやん、うん、だけどめちゃめちゃ面白そうだった、うん、これ結構注目されてる作品やね。お、魔法使いの嫁シーズン2、うん、第2クール、おー、これも楽しみやね。面白いね、うん、これもねずっと見ててシーズン1からね見てて、うん、シーズンハマるね、ハマるよねこれ、うん、めちゃめちゃ面白いです。どうなってくるかなって楽しみやな。楽しみ。あ、見たいのいっぱいあるね。そうなんですよ。あー大変だ、ブラーって言ってきましたけど、毎日楽しみやん。いや今週は何が更新されてくるの。多分ウェンクなのこれ。あーそうやな、うん、こんだけあるってな。そうで、なんかちょっと1月ぐらいに落ち着いてから多分見るやつも出てくるんちゃうかな。それくらいの感じやね。あ、でもこれ今バーってあげたけど、うん、全部見たい。全部ですか。言っていい、うん、これ以外にもあるからね。あ、そう、まだ大変ね。俺削ってんこれ。削ってこれ、削ったの。あ、そう、うん、大変だ。削ってこれです。あ、そうですか。それくらい今回の秋アニメは、あとライトノベルの作品も多くて、うん、あと注目作品が多いっていうのと、うん、まあビッグタイトルも
多いやん、うんうん、もともと人気のある作品も多いので、うん、今回今年の秋アニメはやばいってやばいね、うん、言われてるので、うん、あーちょっと楽しみやね、うん、アニメ好きな人はもう本当に楽しみだと思う、うん、でも妄想もしようねみんなね妄想しながら見るあそうだね、うんうん、ながらで絶対手止めるけどということで、まあアニメの方も楽しみましょう。はい。